ファイヤーレオンは2013年4月6日から2014年1月4日にかけて放送された日本の特撮テレビドラマ作品および作中で主人公が変身するヒーローの名称。ブシロード制作。アニメーションのプロデュース実績を持つブシロードが手掛ける初の特撮テレビドラマ。自らの羊であるプロレスへの恩返しがしたかったご当地ヒーローの第一人者。 エビナホとアニメ以外のコンテンツを欲していたブシロードの会長、北に孔明の意見が合致し、わずか1年弱という短い期間で制作が決定した。制作発表は2013年3月18日にスパイラルホールで行われ、主役ヒーローのファイアーレオンや、主演のシーナ太蔵を、はじめ主要俳優陣や、オープニングテーマ、ファイアーレオンの歌を歌う声優の森島修太が、 登壇した。プロレスを題材とした変身ヒーローものであり、作中には、武士ロードグループの新日本プロレスの所属レスラーや、日本各地のご当地ヒーローが毎回ゲストを出演する。また、出演女優の三森鈴子や、徳屋大空、武士ロードのスマートフォン向けプラットフォーム、武士モニチナミ、それらが関わった、テレビアニメ、ラブライブ、などが、背景や小道具として登場する。 オープニングの主要人物紹介は、武士ロードのトレーディングカードゲーム、全国ヒーロースラッシュバトルに沿ったデザインとなっている。ロケーション撮影は、武蔵野市界隈で行われており、地元の商店街などを舞台として、主役ヒーローのファイヤーレオンと悪役のバイオレスラーによる格闘戦が描かれるが、周囲の一般人が逃げ回るなどの描写がほとんど存在しない。 ご当地ヒーローがごく普通に存在する世界観であるため多くの場合は普段と同じ状態のままほぼ無関心で通り過ぎていくか遠巻きで見物しているという一般的な特撮テレビドラマとは異なる風景が描かれている。また登場人物が脚本を取り出して物語の都合を口にすることがあったり技の解説を映像の巻き戻し再生ではなく黒子を伴ってのわざとらしい。 スローモーション調で描くなど、メタフィクション要素も含まれている。分割にクール構成となっており、2013年4月6日から、同年6月22日まで、第1期を放送した後、同年10月5日から2014年1月4日に、かけて、第2期が放送された。なお、本作品は1987年から1988年に、テレビ朝日系で放送された。 超人気メタルダー以来、約25年ぶりとなるゴールデンプライムタイムに放送された新作特撮番組でもある。10年前、悪のプロレス組織、ジャードに両親を連れ去られた、強し藤田ルは、心身を鍛え、プロレスラーを目指していた。一方、ジャードは、プロレスラーと猛獣の DNA を掛け合わせた、バイオレスラーや、それを用いた闇のプロレスカジノを作り上げていた。しかし、 ジャードの基地からバイオレスラーブルザックが脱走。買い物をしていたタケルと幼馴染の草柳ヒーナが、襲われるが、タケルは突如現れた赤い獅子のマスクをかぶり、正義のレスラーファイヤーレオンに変身すると、プロレス技を駆使して、ブルザックを打ち倒す。プロレス界の未来をかけ、ファイヤーレオンとジャードの戦いが始まった。吉地上ストロング道場の 撮影場所となった西町深く闘技アリーナ、ジャードの基地があるとされるハモニカ横丁バイオレスラーを使いかけプロレスを行う闇のプロレス団体。本部は、基地上寺、ハモニカ横丁や三高い基地稼働と告示した路地を入った先、もしくは、そこから繋がるアープゾーンの先にあるようだが、建物の外観は、警察所風の建物で兵庫入りの垂れ幕があるなど、秘密組織にしては、 目立つ作りとなっている。なお標語は、怖いのは、殺したはずと、死んだはずヒーローの死亡は確認しましょう。建物横には、地対空ミサイルが配備されている。本部は、ジャードの看板とブラウン管テレビが備えられ、このほか片藤博士の研究室が存在。地下に、資料室がある。ゲストプロレスらすべて、新日本プロレス所属。ゲストのご当地、 ヒーローバイオレスラーの声は、突起のないものはすべてキサン・シゲオが担当。2014年11月28日からは、動画サイト、楽天ショータイムでも、全26話を1年間配信。ありがとうございます。